続いてこちら、クラシックローラーコースターベルト、アリックスの、定番の、これでアリックスが有名になったんじゃないかという定番の、ベルトになります。世界中のあらゆるセレブたちがこぞってつけてるベルトがこちらになります。で、今のクリスチャン・ディオールの、ベルトのベースになったのもこのベルトになります。はい、デザイナーマシュー・ウィリアムズが手掛ける代表するベルトになります。で、このゴールドのピンをキュッと押していただくと、外れます。で、止めるときはこのままカチンと入れていただけると止めれます。で、ちょっとループ付きのパンツではないので上から巻くとこんな感じです。あ、先にえ、生産国はこのバックルに関してはオーストラリアで、この布の部分は、イタリアになります。で、右側にロゴが入ってます。1017アリクス QSM と入ってます。で、サイズはフリーサイズです。では実際巻いてみます。この上から巻いてみます。はい、上から巻くとこんな感じです。で、こうやってダランと垂らしていただいてもいいですし、このループをグッと後ろまでやっていただくと、垂れないような感じもできます。はい。で、ベルトの先端はレザーがついてます。で、これは品質表示タグなんで、ご購入いただいたらこれハサミで切っていただく形になります。このステッチ、ハサミじゃなくて、まあ、カッターなどで切ってやるとすぐ外れるようになってます。はい。で、色がこれが黒で、赤黒同じ仕様です。黒はこんな感じです。黒はこんな感じです。はい、続いて真っ赤ですね。はい、真っ赤も、仕様は全く同じでカラーが違うだけになります。つけるとこんな感じです。はい、皆さんはどの色がお好きでしょうか。商品について、質問などありましたらコメントをお待ちしております。あ、これサイズですね。ちょっとサイズ見てみます。サイズベルト幅 4.5cm で、バックルは結構でかいんだ。バックルが6センチあります。で、これ、スラックスなどの通常のスーツのパンツは通りません。バックルが大きいので、
デニムとかだったら通ったんですけど、今デニムが一つもない。一応このループ広めの CE のパンツなんですが、これに通るかどうか。で、通し方はこっちですね。このピン、ゴールドのピンがついてる。で、ここくぼんでるんで、こうグッて入れていただいて、で、これこのベルトの布部分をこう真内側に折っていただいて、で、こうやってくねくねと通して、ちょっと最初めんどくさいんですけど、通してしまえばあとはこれだけの作業なんで、これだけの作業なんで、まあパンツ脱いだりするだけを考えればベルトを外さなくてもこれだけ外して脱げます。履いて止めれます。はい。で、問題は、外し方も、問題はここの距離ですよね。気になるのは、ちょっとパンツ置いて、この距離ですね。ここが約4センチあるので、4センチ以上のベルトループであれば通ります。はい、はい。スーツ、ちょっとサリバンのスーツで試してるんですが、おお、すいません、さっき4センチあると通るって言ったんですけど、ちょっとね、このスーツのループ4.7 センチあるんですけど、ここから通りません。だからスラックス、まあ通常のスラックスパンツは通りません。で、さっきの CE のこのループが何センチあるかっていうと、はい、これでだいたい6センチあります。6センチで、楽勝でした。だから、5センチ以上あればいいのか。はい、違うパンツ、 CE のカーゴパンツで違うタイプで5センチ、ループの5センチのものを通してみます。
い、通りました。ループが5センチあれば通ります。でさっきのサリバンのスラックスは 4.7 センチだったんですけど、だいぶ厳しかったです。はい、で5センチあれば確実に通りますので、購入される前に所有されているパンツのループのサイズを測っていただいて、購入をご検討いただければと思います。はい、では、外すときもキュッと外れます。はい、はい、では今日はちょっと時間かかりましたが、クラシックローラーコースターベルト、アリプスの定番のベルト、非常に良いベルトのご紹介でした。ではバイバイ。